こんにちは。すみません、お休みの日なのに来ていただいて。はい、今ペン入れの作業をしているところです。ええ、どうぞ。私も初めてペンを入れた時に同じことを思っちゃいました。漫画みたいって。説明書を何度も読みましたから。だけど実際にやってみると説明書の通りにはいかないことも多いです。手も墨だらけで原稿用紙を汚しちゃったり。そうです、初めてダンスのステップを踏んだ時はぎこちなくても何度も練習すれば上手になります。それと同じですから頑張ります。はい、お願いしたいです。え、何でしょうか。皆さん、お任せください。やる気がみなぎっていますから、ガンガン進めますよ。